新年明けましておめでとうございます。川端明です。さあ今更ですが、私の YouTube チャンネルね、装いも新たに明チャンネルね、明チャンネルって、まあ多分この YouTuber のね明さんが多分使ったネタだと思うんですが、まあ去年もたくさん楽しいことあったので、今年ね少しでも YouTube 更新していきたいと思います。さあ2023年ということでございまして、まずは与論島からですね。はい、1月1日元旦、朝早く起きましてですね、パワースポット巡りをいたしました。さあハジピキパンタはですね、夜の成り立ちをね示すところ、そして神社巡り、高千穂神社、そしてハジニッチェ神社、おみくじ引きました。新しき年の初めの新春の今日降る雪の、いや、しげ、こうとっていうんですかね、降る字っていうんですかね、祝いの酒を三河市一家全員の幸を祈り、今年もまた降る雪の積もるように良いことの多かれと願う気持ちこそ新年にふさわしいもの、老若男女問わず新鮮な気持ちで正しい道を進もう。とにもかくにも大吉でした。安治日中神社です。安治日中神社、まだまだ工事中ですね。綺麗にできるのが楽しみです。さあこれは与論島新選組の撮影でも使ったというか、撮影させていただいた安治日中神社でございます。ありがとうございます。どうかどうか、西行くとうとがなし、西行くとうとがなし、朝日ですな、ちょっと距離ありますが、朝日が昇る、もっと見えてほしい、もっと見えてほしいが隠れちゃった。海よ俺の海よ、それが加山雄三さんでしたね。海よ祈りの海よ、はい、赤崎灯台近くの宇多木、沖縄にもある宇多木でございます。さて初詣といえばここじゃないでしょうか、常の父神社。はい、赤く塗られた鳥居が美しいですね。さあそして階段を上って左に曲がると泣き神城とつながりのある与論城ね、奥に眠るはオーシャンでしょうか。さあ地主と書いて常主神社でございます。やはりここに来てしまいますね。素晴らしい景色、琴平神社の海抜97メートルのねところから見える景色、沖縄本島が見えます。はい、といったわけでございまして、本日は、琴平神社にね、来ておりますが、さあ iPhone14、手ぶれしない機能があるということで、果たしてどうなんでしょうね、試してみましょうか。はタイム2時間22分3秒、走行距離11キロ到達、平均ペース1キロ12分55秒。ここに来て
ナイキのアプリが起動してしまいましたね、これね。さあ、ここに広いところを下がっております。明るさが必要ですという画面が出ておりますけど、そうでしょうね。正月早々何をやってるんだっていう感じですけど。ほんとほんと、どっちかな、地下いたのですね。これ明るさどうやって調節するのか分かんねえ、あらあら、人それぞれね。ポップがあります。これ気をつけてくださいよ。いしょよいしょ、よいしょ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 、お前、いいぞいいぞ、よいしょ、お出たですね、久しぶりに、すごい綺麗ですな。おお、後で音声解説もせんとわけわかんないですな、これ。よいしょ。しかし正月早々よかった。YouTube のなんかまあなかなか大変ですけど、できたということ。こんなすごい岩もありますね。はい。渡るときはね、皆さん気をつけましょう。足くじいちゃうといけないんでね、こういうふうに道もありますから。すごいすごい、もういいよ。まさかね、ここに来て
ました。どうですか、はあ、ここに出ますよね。さあ、あそこの上がね、琴平です。ずいぶん高いところにありますけども、まあ、そんなに6分もかからず降りてきました。はいはい、といったわけでございまして、新年明けましておめでとうございます。1月1日2003年正月からですね、はい、町長さんが、与論町町長さんが、ご挨拶しておりますけども、思い切り音声かぶっておりますが、これも、まあ、リアリティあるということでございまして、さあここから、走ってまた帰って帰ります。帰ってお雑煮でも、お吸い物でも、お餅でも食べたいと思います。本日は動画見ていただきましてありがとうございました。